はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やすでございます。白血病情報生活も気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。はい、今日はね、通院の日でした。まあね、一昨日までね、肺炎の疑いで入院してたところにまた行ってきたって感じですね。だからあんまりこう、なんか久しぶりの病院やなって感じもしなかったですね。病院行ってきて、その受診、全部受診終わって見てもらって、内科と、歯科口腔外科に行ってきたんですけどね、今日はね、あとレントゲンも撮りましたね。でこの3つが終わって会計の時間までまた時間がかかって、で会計終わって薬をいただくのにもまた時間がかかるんで、この僕がおった病棟の談話室で上がっておにぎり食べてちょっと休憩しようかなと思ってしたらね、入院中に仲良くなった MK さんっていうね、ちょっと年上の兄さんがいてるんですけども、その人とまたお会いすることができましてね、元気そうでした、ね、また頑張りましょうね言うてね、お互いに、ね、言ってたんですけどもね。はい、ほんでね、通院の結果なんですけども、まあ、いつもね、病院はね、白血病の治療のために行ってたんですけども、こう、ね、肺炎の経過もね、上乗せして見てもらうのあかんくなりましてね、それもね、まあ、やっぱり、まあ、今回のように何らかの原因でこう、ね、臓器、まあ、今回は肺やったんですけど、まあ、他のね、いろんな臓器とかにね、影響が出てしまった場合にはね、まあ、その、まあ、弱った臓器にね、まあ、骨髄移植後の GVHD が発症しやすくなるみたいなんですよ。まあ、でただでさえ僕の体はその免疫抑制剤を飲んでる体なので、何もないのに臓器にね、影響が出るのにね、この他の臓器で言うたら、まあ腸とかもそうですし、まあそのね、食道とかもね、一応この体の中のものは全部臓器って言われるものなので、まあ、粘膜障害がね出てるんですよね、口の中もね。でまあ、ほんで今回みたいに肺炎になったら、まあ、肺炎のね、 GVHD になる可能性が高くなるんですね。まあ、先生が言うには、まあどこの臓器に GVHD が出たとしても嫌やけどね、やっぱりも一番嫌なのは肺なんですよって言うんです。でも他の臓器は薬で治るけど、肺はね、 GVHD になるとね、空気を吸ってこの膨らむ肺胞ってあるんですよ、肺にね。その肺が固まってしまってね、もう機能しなくなるから治らないんですよって言うんです。まあ、言うんですって、まあね、診察してもらってるからなんですけどもね。まあ、そしてさらにね、もしこの肺の GVHD になったら、こう在宅酸素ボンベといいますかね、この酸素ボンベあるでしょ、あれをこうね、普段外歩いてるとこでもたまにこうガラガラで引いて歩いてる人とかいてるんですけどね、まあ、そんなもせなあかんくなるよし、まあそれでもひどい場合には最終的には肺移植、この肺をね、移植してもらわなあかんっていう風になってしまうんですよっていうんです。まあ、えらいことですけどね、まあ、そうならないように、ひどくならないようにね、なんかこう変な症状とか出たらすぐに来てくださいって言われました。まあ、変な症状っていうのは、例えばその、まあ、今回の肺炎のようにね、高熱が出たとか、まあ、痰がすごいよとかね、まあ、ほんまの初期のその症状で鼻水がすごいとかね、まあ、胸が苦しいとかでも、まあそんなようなことでもね、まあ、どっかおかしい症状でもいいからすぐに来てくださいって、すぐに来なさいって言ってもらいました。でもね、まあ、そんないろんな臓器に症状が出るにはね、まあ、ある原因がやっぱあるんですよね。それはね、まあ、先ほども言いましたけども、
免疫抑制剤なんですよ。免疫抑制剤をね使っているからなんです。まあ、読んで字のごとく免疫を抑制しますので、まあ、体の中に入ってきてくれたドナーさんの細胞にこう攻撃されてるんですよね。でこれが免疫抑制剤を使わずにドナーさんの細胞に僕の体の免疫が攻撃をこの阻止し続けたらね、どうなるかと言いますと、白血病細胞がね増えてしまうんですよ。ということはどういうことになるかと言いますと、白血病の再発です。僕もね、先生もね、やっぱりね、白血病の再発が一番怖いんです。骨髄移植の後のね GVHD を引き起こさないために免疫抑制剤を使います。まあ、しかし免疫抑制剤を使ったら白血病細胞が増殖してしまうんです。さあどっちを選びますか。どっちも嫌やわ。どっちも嫌でしょ。まあね、どっちも嫌やから真ん中を選んでるんですけどね。その真ん中というのはその免疫抑制剤の分量を先生に調節してもらってるっていうのが答えなんですけどもね。まあ、今回は肺炎の疑いが、ね、発症したために疑い、まあね、疑いって言われたが疑いなんでしょう。まあ、それが、ね、発症したためにね、まあ、少し今はまだ息苦しさが多少残ってるんで、しばらくはまたおとなしくしておきます。ほんで、まあ、オーナーにも連絡させてもらったんですけども、お店のね病室のオーナーに連絡させてもらったんですけどね、ちょっとお仕事の試験的な出勤はちょっとお休みさせてくださいってね言うときました。なのでちょっと 家でね安静にしていきます。まあ、今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。